はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。今日はこちらでございますね。先日ですね、ワックさんにお誘いいただいた飲み会にですね、タカラトミーアズさんがいらっしゃってまして、このですね、ソニカワポータブル、これをですね、頂戴しました。今日はこちらをですね、実際試してみたいと思いますね。これはどういうものかというと、グラスに押し当てると泡がね、出てくるんだって。こんな感じで。そう、ビールの泡。なるべくね、ビール泡立てないでグラスに注いで、で、これ押し当てると結構きめ細かい泡が出てくるらしいですね。最初はちょっとしか泡出てないんだよね。そうじゃあ早速開けてみましょうか。はい、これ簡単、はい、こんな感じですね。私は青をいただいたんだね。はい、こちらがソニカワポータブル本体ですね。なかなかこうやって見るとかっこいいね。で、ここから超音波が出るみたいです。こちらにスイッチかな。で、ここ、ここが電池カバーになってて、電池入れるみたいね。なんだっけ、炭酸電池3本で駆動するみたいですね。はい。では、早速試してみようか。では、この、お、これ面白い。ちょっとマイクってダメだな。このグラスにじゃあ注ぎましょうか。エイシン君のも一応用意してんだから。はい、じゃあこのグラスに注ぎましょうか。はい、エイシン君はまた後でね、別のもの用意してみますんでね。はい。このビールを注ぎたいと思いますね。泡が出ないように注ぐと。ゆっくり注いでいけばいいんだな。ちょっと泡出てる。もうしょうがない、これはね。多少はしょうがないよ。泡立ってる十分、はい、こんな感じかな。ではソニカワポータブルの電源をオンにします、そうしたらピカって光るね。あ、光ってるね、はい、これでやってみるよ、せーの、はい、おお、おお、一気に泡、おー、すごい結構泡立ってる。結構出るね。めっちゃすごい。ごめん、これね、この前ね、ちょっとやらせてもらった時はこんな出なかったんだ、やっぱビールの方がいいんだ。そうだね、結構出るな。出る。すごいすごい、じゃあちょっといただいちゃっていいかな。いただきますね。これ電源オフにしとく。泡細かい。あー、すごいね。ではね、パパだけ飲んじゃあれなので、ワッキーさんもやってましたが、こちらの子供ビール、こちらエイシン君、飲んでみましょうか。はい、子供の飲み物だからね。これ本当はね、ジュースなんだよ。あ、こっちも泡が立たないように入れてる。そう、立たないようにね。ただちょっとね、このコップが若干、ちょっと若干ね、さっきのパパが飲んだこのグラスよりも熱いから、ちゃんとなるか心配なんだけど。エイちゃんがやるね。分かった。せーの、はい、あ、出た。おお、こっちはあれ、かなり泡立つ。おお、来るね、来るね。わあ、すごい、ビールみたい。すごい、これいっぱい来てるよ。本物のビールだ。見た見たね。ビールみたい。面白い。面白い。子供の飲み物だ。ではエイシン君、飲んでみてください。ちょっと待って、大丈夫です、はい、こちらはビールではございませんからね、子供ビールですからね、じゃあ乾杯しましょうか。乾杯。乾杯、はい、うまい。うまい、泡どうですか。泡うまい。泡初体験じゃないね、ジン。いいね、うまいね。おー、すごいわ。ほんと迫力ある。渡したすごい。わ、どんどん増えてる。倍じゃん、これ。お、すごいすごい。めっちゃすごい。うめえ。酔っ払っちゃったね。ほら見て、もうこんな赤くなっちゃって、もう酔っ払っちゃってもパパ。パパ、これノンアルコールビールなんだけど。え？